美味。すごいな。これが、まあ、ちょうど今日暑いしね。ソルビンっていうね。うんうんうん、これ何？練乳？それかけて。かけて。練乳。うん。マンゴーじゃなかったんだ、食べたかった。そう、なんかね、迷ったの、あの、いちごとマンゴー迷って、うん、でもまずはなんかいちご推しだったじゃん、あのメニュー、うん、だからまずは、うん、ね、ここにもでもメニューいっぱい載ってるからさ。そうだね、なんか夏になるとメロンとかね、うん、メロンのでっかいもん切って食べるやつも出てくるよ。スプーン刺した感じもふわふわ。どう？おいしい。甘くておいしいね。あ、ほんと、なんか分かるか分かんないか。なんか日本の、なんかそう、なんかね、違うのよ、この部分、もう、うん、かき氷の自体が。なんか私が聞いたんだけど、これ、うん、牛乳を凍らせて、こうやってね、そうかも、うん。だから氷っぽくないんだよ、なんか違うもん。そうそうそう、うん、削った感じ、牛乳をね。そうそうそう。なんか不思議な食感するし、うん、水っぽくなくて美味しいかも、うんうん、あんなにお腹いっぱいだったのに全然食べれちゃいます。これは別腹だよね。別腹だよね。日本ってさ、うん、ちょっと違うよね。違う、あの、本当に氷だよね、うん、氷に本当に氷を削ってるから、うんうん、確かに。なんていうのかな、ちょっとね、食感違うよね。うん、美味しい。なんか、うん、ここの建物入ってくるときはびっくりしたでしょ。ほうほう。私、何かの、あの、アトラクションなのっていうぐらい、エレベーターが怖すぎて。なんか音もしたしね。そうか、今度。本当にここにあるのと思って。でも降りたら、なんか、急におしゃれな雰囲気の、うん、美味しい。ソルビンは結構人気でさ、うん、多分原宿にもあるっていう話を聞いたんだよね。うん、あるかどうか見たことはないけど、でも原宿とかならありそうだね、韓国からこう入ってきそうだね、うん、そしてずっと気になってたこのお餅、うん、だからこれ朝言ったじゃん、このお餅は、うん、受験生にプレゼントする韓国の、だからチャプサルトって言うんだけど、うんうんうん、食べてみて。いただきます。中のはあんこなの？あ、あんこじゃないか。あんこじゃない？チョコかあんこだね。あんこかな。あんこ、うん、あんこだ、多分あんこ、うん、なんか硬いのかなと思ったら、うん、固めの餅かなと思ったけど、あの、全然柔らかいわ。柔らかい、うん、柔らかい、うん、あんこだ、あんこ、あんこ、おいしい。これはさ、これは考えたくないけど、すごいカロリーだと思う。だから女の子によ隣見ると4人で1個食べだから私は隣の女の子たちに、なにかき氷が運ばれてきた時に一つしか来てなかったから、あれと思って。お店としては良くないよね。私一人で一つ食べるつもりでいて、隣4人で食べてるわと思った時にちょっと恥ずかしい。うん、そう言うんじゃない。思ったよ。ちょっと一人で一個食べるのと思ったかな。でもなんかね、ここは分かんないけど、うん、韓国も最近さ、一人一つのメニューを選ばないとダメっていうお店結構あるよ。うん、フードコートとか行けばね、うんうんうん、何も言われないし。冷たいね。そういう時のためのこれか。そうだね。はいはいはい。もう最高な組み合わせです。冷たいの食べて、あったかいの飲んで、無限ループ。
こういうのもともと好き、うん、あ、そう、そうなんだ、基本的に甘いのも好きなんだ、好きだからこのエレベーターだね。ここな、建物がやばくない？建物がやばいよ、だって見て急にだよ、こんなさ、急におしゃれだけど、そうそうそう、おしゃれだけど、マミが食べたかったのはこれだったの、お餅じゃなかった、どれだった、これ、まあ、食べたのお餅でしょ、うんうん、最初はあの抹茶のやつ、あーそっか、うんうん、でも全然あれで、美味しかったよ、あそう、うん、お餅のやつ、こっちの方がイチゴ豊富だね、豊富ないか、どうぞどうぞ、うん、こんなエレベーターなんですよ、おお。怖ってこれ何回 1? 怖いよ、なんか幽霊がなんか出てきそうな、なんか本当さ、アトラクションだよね、こういうなんかアトラクションだよ、いやなんかこれ点検とかしてんのかな、そうそう、だからしてないと思うどうぞどうぞ、ほらで、この外観からはあんなおしゃれなお店が入ってると思えないもう結構古いしさ、うん、もし例えば地震とかあったらここやばいよね、やばいと思う今さ、歩いてる時にこれもらったじゃん、うん、チョコパイと、うんうんうん、ウェットティッシュ、うんうん、献血、韓国だとさ、うん、この献血すると、うん、だいたいチョコパイくれるのよ、でもさ、献血も何もしてないのにくれたよ次またやってくださいっていう感じ、あ、そういうことか、日本だと、うん、どう、献血するとなんかくれる、献血したことある、したことないのよ、だから私は日本もそういうのあるのかなって思ったけど、うん、どうなんだろう、韓国はよくあるよ、あ、そうなんだ、特に、うん、軍人になると、うん、必ず献血するから、あ、血が足りないみたいで、そうだよね、うん、でも日本も結構いろんなところで献血のなんか車止まってるけど、うん、ちょっと未だにまだ一回もやったことのないっていう、その時にだからチョコパイとポカリスエットをくれるんだよ、へー、こういうとこでさ、うん、献血するとなんか映画のチケットもらったりもしますよ、うん、あ、いろいろ特典みたいのがあるんだ、あるある、あ、有名なあの最近流行りのドーナツがあるみたいで、うん、もし見てそうだね、見てね食べたかった、なんか最近流行りのなんか韓国スイートっていうかね、なんかせっかく流行ってるならね、食べたいよね、うんうん、これなんだろう、たい焼きみたいな、あ、たい焼きじゃん、うん、形は、でもなんか塩パンって書いてあるんだけど、塩パンって書いてある、うん、これなんか流行りじゃない、あ、こんな感じだ、こんな感じ、何味なの、どういうことなの、あ、あんこ入ってるよ、やっぱりたい焼きじゃん、そうだね、これが最近の流行りなんですかね、抹茶アイスなのかな、そうだね、アイス、雪見大福みたいな感じかな、あ、ジェラートモッチって書いてある、これも流行ってるのかね、なんか並んでるもんね、でも食べてみたいのあったら食べれるかな、軽いやつならいけそうな気がするけど、これだ、これ、あ、なんかいろんな種類がある、あ、重そうでしょ、重いねあの唯一あの一番左のあれぐらいならいけるかなぐらいだよ、あれ全部だってあれクリームでしょ、そうそう、重いね、目だけで楽しい確かにすごいね、ここでも、すごいよね、これは何が、パン屋さん、パン屋さんなんで韓国のスイーツってなんか人気あるんだろうな、うん、ね、なんか絶対さ、韓国で流行るとさ、日本に入ってくるじゃん、で、またそれも原宿とかその辺でさ、なんか人気出るじゃんね、確かに、なんか可愛いじゃない、見た目も可愛いしさ、ああね、なんか目でも引きつけられるなんかあるんじゃない、インスタとかね、あ、そうそう、うん、インスタ映えのやつで人気出るんだよね、きっと。